皆さんこんにちは。競馬キャスターを務めておりますアナウンサーの梅澤まり子です。今回は牧場で働きたいと考えている方々を支援している牧場部の特別企画として、競馬の殿堂入りを果たされたレジェンド藤沢和夫さんにお話を伺ってまいります。いや、もう藤沢先生にお会いできるというだけでドキドキが止まらないんですが、今回はこの方にお手伝いいただきます。競馬ライターの平松聡さんです。こんにちは、平松聡です。平松さん、今日はよろしくお願いいたします。あの、藤沢先生というと一生より一生という座右の銘で、馬のことを第一に考えられてね、偉大な功績を残された名伯楽でいらっしゃいますよね。そうですね、その通りですね、はい、あの、今日はそんな藤沢先生に若駒の気持ちとか、はい、やる気をどのようにして育んできたのか、そのような話を伺ってまいりたいと思います。はい、あの、やはり馬のことを、馬の気持ちを、ね、大切にするというのは牧場で働く方々にとってもとても大きな大切な、ね、テーマであると思いますので、そうですね、はいはい、今回はあの、馬のお仕事に、ね、もっともっと興味を持っていただけるように頑張りたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。牧場部プレゼンツ、藤沢和夫さんに聞く馬との上手な付き合い方。さあ、皆様お待たせいたしました。本日の特別ゲスト、藤沢和夫さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。藤沢和夫さん、2022年2月まで JRA の調教師として活躍した日本を代表するホースマン。 JRA での通算成績は1570勝、フランスの G1 も制するなど世界で活躍した名調教師である。さて、藤沢先生は調教師を引退されてもう丸1年になりましたけれども、どうでしょう、調教師時代と比べて心境の変化というのはあったんでしょうか。そうですね、あの、長い間あの調教師やらせてもらったんで、朝早く目が覚めてしまうのでまずそれからもう一度休むように今、はい、やっと慣れてきたから、はい、でゆっくり寝れるように休めるようになりました。そうなんですね。どうでしょう、ちょっと何か物足りなさを感じるようなところもあるんでしょうか。最初はこう、そういう感じはあったんですけど、今はすごく気が楽になったんで、のんびりさせてもらってます。先生、現役時代よく、ね、24時間も寝ても馬のことを考えるくらいじゃないとダメだなって言われてましたけど、切り替えはできましたか。そうですね、やはり長い間寝ても天気が悪かったり、そういうのも気になったし大変だったんですけどね、はい、やっとこの頃解放されました。はい、では今回はですね、牧場で働きたいと考えている方々に心構えなどのアドバイスをいただければ嬉しく思います。はい、わかりました。はい、よろしくお願いいたします。藤沢和夫さんと馬との関わり、上手に馬と接するその原点に迫ってみよう。それではまず藤沢流の馬との関わりについて迫っていきたいと思います。藤沢先生は調教師として開業された当初から馬の気持ちを非常に大切にされて調教を行ってこられたことは有名な話となりました。その考え方というのはご実家の生産牧場をお手伝いされていた幼い頃からのものなんでしょうか。そうですね、もともと動物が好きな子供だったんでね、やはり馬っていうのは体は大きかったんですけど、すごく優しいし人を頼りにする動物だったんで、そういう環境で育って、また調教を勉強にイギリスへ行かしてもらったんですけど、そこでまたもっともっと馬をこう大事に気を使うということを教わって来ました。それではどのように馬と接していくのが理想なのか、この点についてもお伺いしたいんですけれども、はい、どうでしょう、そもそもサラブレッドという動物は気性が荒い動物なんでしょうか。いや、そんなことはないんで、はい、長い間人に育てられた動物なんで、人をすごく頼りにする動物なんで、はい、またすごい臆病な動物なんですね、うん、ですから取り扱いを間違えなければ人のことを頼りにするし、体は大きいんですけど、従順で優しい動物です。
あの藤沢先生といいますと馬に話しかけているシーンをよくお見かけしましたが、これは生まれて間もない頃からも大切なことだとお考えですか？そうですね、あの全ての動物は話しかけるとやはりあの分かんないんだろうけど、あの一生懸命何を言ってるのかなと、うん、こうあの探ってるっていうか、はい、あの聞いてくれているんで、うん、優しいあの声でやはり話しかけると馬もあの寄ってきますし、はい、懐いて、はい、あの可愛い動物ですよ、はい、なんかニューマーケットを最初に行かれた頃に向こうでよく英語で話みんなが話しかけているのを見てそうですね、あの競走馬はあのほとんど馬房の中にいるんで、あの一人でいるというか一頭でいるわけで、それで朝まずこう人間の顔を見るとやはりあの馬も嬉しいし、それでおはようというあの言葉から始まってゆっくり寝たかなという話もするし、今日は機嫌がいいのかなという話もするし、そこからあの厩舎作業が始まってあの調教が始まっていくわけですけど、やはり調教は結構あのきついあのことになることもあるんで、やはりそれ以前はやはり優しくあの話しかけてやらなければもう調教へ行くの嫌だっていう感じの馬もできるんで、優しく話しかけてからスタートしたらまたあのいいと思います、はい、やはり馬も人と同じできちんとコミュニケーションを取ること大切ですよね。はい、そう思います、はい、叱ったりするというのこれも必要なことになってくるんですか？あの叱るっていうのはあの以前あのしつけとかっていうことで言われたんですけど、はい、ほとんどあの分かってないわけですよ、あの子馬は。ですからなんで怒られたかもほとんど分かってないと思うし、ただ怒るっていうのはあの人間が自由になんないから、馬を自由にできないからつい怒ってしまうわけで、それはあの怒ったからあのおとなしくなるってことではないんで、なぜそういう行動をするかって考えると実にあの単純だし、大きなあの馬ですから力がありますから、到底あの怒ったりあの押さえつけても人間の力では無理なんで、やはり彼らに納得して もらうしかないんで、子馬のうちからやはり話しかけてやはり教えると、あの大概のことはあの覚えてくれるし、あの最初はお母さんのそばから離れなくてやはり不安で人間のそばなんか来ないんですけど、やはりお母さんも人間は大丈夫だよっていうあの態度をしていると、子馬もやはりあの人間の方に近づいてくるようになるし、一番大切なのは我々人間よりもあのお母さんの人に対するあの対応がやっぱりすごく大事で、そのお母さんを見て子馬たちはあ大丈夫なんだというふうに安心してくるようになります。ですからやはりお母さんというのはすごく大事ですし、当然お母さんの現役時代牧場時代からのあの育った環境によって人間に不信感を持っている馬は子育ては上手なんですけど、やはり人付き合いが悪いあの子供が育つ可能性があの大きいと思います。その叱るとかしつけるとかそのタイミングも大切だと、怖くてあの何も分かんない時にやはりあの怒ってもダメなんで、やはりあの人間は怖くない動物だとやっぱり 思ってもらうわけ、まずそれが第一で、やはり子馬のうちにあの力がないから引いて歩けるようになるっていうのが大事だし、目視をつけるとかあの小さい毛布で体をこう温めるのにあの馬服を着せるんですけど、やっぱり最初はみんな嫌がるんです。だけど怖いものでないということが分かると、まあ、おとなしくあの毛布を着せるようになるし、その延長で1年もしたら鞍をつけて人が乗ってってあのいう状況に入るんですけど、やはりそれ以前に引いて人と従順にこう歩くようになるっていうのがまず基本で、やはりそこがあのどの馬もできるようになるんで、そこからあのスタートすると徐々に、はいはい、最初はじゃあ非常に大切っていうことですね。そうですね、はい、あの最初は当然体をどこをなぜてもあの嫌がらないようになるし、安心してそれで引いて歩けるようになる、手足もこうきちっと上げて、はい、あの
手入れできるようになるし、どこ触っても蹴ったりしないっていうのは子馬のうちのやはり基本なんで、それを覚えると大概のことはできるようになるし、厩舎に来てもすごく作業は楽なわけで、これ藤沢先生現役の調教師の時代は、それ牧場の方とのコミュニケーションっていうのもあったと思うんですけど、どこら辺までそれは調教師からやはり牧場の規模によって、人手 の、 規模によって人数によってやはりちょっと手かかってない馬も結構いましたよね、まあそれ子馬の時から見るとすごい時間がかかる、2歳3歳になってからは、だけど時間がかかるだけで大概なんともないんで、子馬の時期にやるとおそらくもっと短い時間で簡単に解決できることが多かったんですけど、さあそしてちょっとお話もありましたが、1歳の秋になりますとね、ハミを装着したりするブレーキングというのが始まっていくかと思います、でこの時期から馬にとっては人の指示に従うということも学んでいくと。そうですね、以前はそのハミを装着する鞍をつけるってことはすごく馬が怖いことなんで、テレビなんかでロデオってこう暴れる馬がいるじゃないですか、牛なんかもそうなんですけど、あれはこの辺にこう圧迫をさせることによって嫌なんですね、慣れてないっていうか。ですからそれもやはり先ほど言ったように子馬のうちに馬服を着せる、どこを触っても嫌がらないというようにしつけとくとすごい楽だったんですけど、そのブレーキングは以前は鞍をつけて追い運動をするんです。それで馬が汗だくになってバテて、もうフーフー言って動けなくなっちゃうくらい疲れちゃう、それからこう乗ったりこう鳴らしてたんです。もう馬はもう暴れたくても疲れてるから暴れれない状況にしてこうやってた。もう今はそういうことが少なくなって、やはり子馬のうちから手をかけて、それで1歳の秋にブレーキングするときにはもう鞍をつけても暴れるような馬は少なくなりました。以前は馬を疲れさせてこう無理に乗ってたと、そういう習慣になってたんで、追われて鞍をつけて追われてたから、それをつけたらなんかまた追われるんじゃないかと馬は思い込んで、そうです、ね、そうなりますよね。なります、そういうことはなく今は、子馬のうちからそういうことがないように怖くないんだよということを教えて、それで人が乗っても暴れないし、鞍をつけてももちろん暴れないということで、順調も随分今は変わって、まず馬との信頼関係が大事っていうことになったんで、随分馬も人も事故が少なくなったと思います。さあそしてそのブレーキングが終わると、いよいよ人が騎乗して走り方を教えるという段階に入りますよね。この段階の目的のというのは体力をつけることなんですか？そうですね、まずは自分の体が400キロ以上あるんですけど、そこに人間が5、60キロの人がこう乗ると、すごいバランスを取るのが馬はすごく難しいわけで、まず鞍に恐怖心があるうちは暴れてしまうんで、余計人が乗ってっても余計グラグラするんで怖いんで、やはり鞍をつけても暴れないというか、従順になっておとなしくなってから人が乗るんですけど、最初はやはり引いてこう歩かなければ馬は何をしていいかわからないか、難しいんですよね。それで鞍をつけてドライビングって言って、いや日本の手綱で後方に人が後ろにいて、最初は一人が引くんですけど、それでこう右左をこう教えて、それで慣れてきたら人が乗せて、最初は危険ですから人が引いて、やはり何か何日かやるんですけど、そのうちには先輩の馬の後をついたりして徐々に覚えて、またその人が5、60キロの人が乗ってることのバランスもすぐ覚えます。ただもう成長途上ですから、その疲労の度合いというのもその成長に影響があったりするんでしょうか？そうですね、やはりまず体力差もあるし、人が自分の目線から見ると高い位置にいるんで、すごく怖いんですね。そうですね、臆病な動物ですから、まずそれを十分慣らさなきゃいかんし、やはり最初のうちに
乗ってるものが落ち落馬したりすると、その音とかその動作にすごく恐怖心を覚えて馬がこう逃げちゃったりするんで、やはりその時期はすごく慎重にならなきゃいかんので、達者な人が騎乗しなきゃいかんのと、あとは人が乗っても暴れないようにそれまでに入念に慣らしておくっていうのが大事なことだと思います。はい、2歳になるとトレーニングセンターで本格的な調教が始まる。レースに臨む段階でのポイントを聞いてみよう。さあ、そして育成段階が終わりまして、トレーニングセンターで調教師の管理に入ってからのお話も伺ってまいりたいと思います。トレーニングセンターに入級すると、お世話をしてくれる厩務員さんをはじめ、ガラリと馬にとっても環境が変わると思います。この時の馬たちとの接し方で藤沢先生が心がけていたことはどんなことですか？そうですね、今言われたように全て環境も人も変わるわけで、馬によっては生まれ育ったところでずっといて、初めて知らないところへ来てすごく不安で、人も場所も違うんです、ごい不安な、やはり馬 もう全然食事もできないような馬もいますから、慣れるまで、場所に慣れる、人に慣れるまで少し気を使わなきゃダメな時期だと思います。はい、デビュー前の馬に対して厩舎のスタッフの方々に指導していた注意点というのは、やはりそのあたりになりますか？はい、そうですね、牧場でもこう駆け足をして調教しているんで、ある程度体力はあるんですけど、厩舎へ来ると、こう競馬に出走する馬たちが周りにいるんで、どうしても以前の牧場の時代から見ると調教がハードなんで、その子たちも体力はないんだけど、みんなにつられて気持ちがどうしても前向きになっちゃうんで、疲れが溜まってしまうんで、気をつけてオーバーワークにならないようにしなければならない、ダメな時期だと思います。はい、藤沢先生というとその馬の成長を待つということでも有名でしたけれども、その考え方はやはりスタッフの皆さんとも共有しないと難しいことだったと思います。そうですね、今話したように、目標は競馬ですから、早く競馬使いたいと、それでいい動きする馬は勝ちたい、勝てるんじゃないかというところで、やはり早く競馬場へ行きたいということがあるんですね。それは厩務員さんも調教師も一緒なんですけど、ただ体力がないけど、先ほど言ったように気力がどんどんできてきちゃうんで、馬は一生懸命走りたがるんです。ところがやはり子馬ですから、手足がまだ完成してない、走った後に心臓も肺にも異常に疲れが残るっていう時には、まだおそらく競馬を使ってはダメな時期なわけなんです、はい、ただ調教場では走れるからなんとなく使ってみたいと思っちゃうんですけど、それはほとんど使ってはダメなんで、はい、誰かが勝つんですけど、はい、やはりその馬にはすごく将来ダメージとして残るし、トラウマとして悪い印象が競馬に残るんで、やはりある程度体力ができて、はい、競馬を走ってきてもさほどへこたれないような気持ちと気力になってから使った方が将来いい結果につながると思います。それ見極めって非常に口で言うよりも難しいことだと思うんですが、そのあたりはどうだったんですか？そうだね、難しいっていうか、まず競馬を使いたい、勝ちたいっていうところがあるとダメですよね、うん、まずこの子は走れるのかと、走った後に異常に疲れが残んないのかとか、息遣いが悪いんじゃないかとか、やはり調教場でも分かるわけだから、早い時計が出たり他の馬たちよりも早く走れても、調教終わってきた後にすごいイライラしてる、夜帰ってきてもなんか午後になっても落ち着かない、次の日の朝に買い場がいつもより食べてないとか、調教行くのにすごく嫌がってるとか、調教場ですごい発汗してるとか、これは早く走れるからとか時計が出てるからと思って使ってはダメな、はい、今言うサインは出してるわけです。そういうのに気づいてあげないといけない。そうです、それは当然馬は
そういうサインを出しているわけだから、はい、訴えているわけだから喋らないだけで、我々はそれをすぐ見抜いて、見抜くっていうか、見るのが仕事ですから、はい、藤沢先生ニューマーケット行かれてて、ニューマーケットでは時計とか取らないじゃないですか、はい、日本は調教時計もしっかり出して、はい、ある意味でもあこんなに動いてるって時計で喜んじゃって間違いを犯しやすいっていうことそうね、日本の場合は例えば1レースに10頭立てで出ると、そうすると10頭の馬の調教メニューが過去のメニューが全部出てるじゃないですか、はい、そうすると早い時計とか遅い時計とかこう出てて、それでみんな判断するわけだけど、今言ったニューマーケットではその馬柱にそういう時計はないわけで、やはりやってる人たちがみんないい動きだと、これは競馬行って大丈夫だろうという合意のもとでこうみんな競馬行くわけで、まあ日本もそういう厩舎がたくさんできてきてるし、そうしなければダメなことだと思うし、何も時計が良くてもダメですね、はい、シンボリクリスエスなんかあれだけ走った馬でしたけど、デビュー当初はやっぱりちょっと体力がついてなくてっていうのがありましたよね。そうね、はい、そうね、大きな子だったけど、デビュー戦は勝たしてもらったんですけど、その後ちょっと休んで、長い間腰に疲れがあって休んでなかなか2つ目は勝てなかったですよね。やはり体はもう持て余した馬でしたよね、はい、で走るからって言ってそこで無理させちゃってたら将来の活躍はなかった。そうですね、大きな子だったんですけど、最初はこうまっすぐ走れない、こう持たれたり苦しがってましたから、やはり体力が十分なかったんだと思いますよ、はい、ただこうレースに向かうサラブレッドが抱えているストレスもまた相当なものだというのが聞いたことあるんですけれども、はい、レースが終わった後はトレセンを出て育成牧場でリフレッシュをさせるのが一般的になりましたが、やはりこの効果というのも大きいのでしょうか。競争終わって以前は厩舎にいたんですけど、今は牧場へ行こう、頭数が増えてきたんで次の馬のこともあって入れ替えにこう牧場へ帰るんですけど、やはり馬も競馬は終わって牧場へ帰ることによって、あ当分競馬がないっていうのを分かってくるんで、牧場へ行っておとなしくなるんで、それは厩舎にいてもやはり競馬終わると調教が次の日から軽くなるん で馬もあ当分競馬がないし終わったっていう感じはどこにいてもすぐそういうのは分かってリラックスできるようになります、はい、学習していくんですよね、やっぱりね、はい、馬もね。牧場の仕事には競争を引退した馬たちを乗馬にして活躍の場を広げる取り組みもある。競走馬のセカンドライフについても聞いてみよう。ここまでは藤沢先生がメインステージとされていた競馬の世界のお話を伺ってまいりましたが、最近では動物に対する福祉という観点からサラブレッドも競走馬を引退した後のセカンドライフが注目されるようになりました。乗馬として活躍するための調教を行う牧場、これもまた重要になってきますよね。はい、そうですね、子供たちや、なんかがその乗馬を楽しんだりするのにそういう馬たちが今増えてきたんで頑張ってくれてます、はい、JRA も乗馬にする馬の去勢にかかるお金とかは負担してくれてるみたいですね。今そうですね、押す馬は去勢手術した方が取り扱いやすくなりますんで、そういうふうにしてもくれてますよね、はい、とても大事なことだと思います、はい。馬が与えてくれる優しさのようなものあると思うんですけれども、もっと多くの方に触れてもらいたいなと藤沢先生を感じる部分もありなのではないでしょうか。そうですね、私の親しい住井調教師も今引退したんですけど、競走馬をたくさん引退したものを扱ってもらってるんですけど、はい、彼も馬が好きで、またそこに携わる人たちもみんな馬のおかげで、はい、いろいろ優しくこう語りかけてる、姿を見ましたけど、とても馬は人間にも優しいですし、はい、セラピーとしてもね、すごくいい動物だと思います、はい、こうやはり生き物を相手にするお仕事になりますから、ま、当然大変な部分というのもありますよね。そうですね、自分で外へ行って、
食べ物を調達したり水を飲みに行けないわけで人をすごく頼りにしてるんで大事に育ててやってもらいたいと思います。はい、大変な部分もあると思うんですけど逆に馬と接してて馬の仕事をして良かったと思える部分っていうのはどういうことがありますか？そうですね、私も長くやらせてもらってやはりもうあの子の子供が孫かっていうのが厩舎に来るように最後はなってましたからね。あの血統書を見たらこの子もこの子もうちにいたんだと思われるからやはりいいあのお母さんになったなとかいいおばあちゃんになってるんだとか思うことありますよね。ですからやはりあの私なんかよりも一番あの大事なのはそのお母さんやおばあちゃんが育てた子供たちが上手に育つっていうのはやはりあの子育てが上手なのかなと思ってすごくあの嬉しく思います。競走馬人間と違ってサイクルが短いですから牧場で働いててもそうやって自分が扱った馬の子供がっていうのもあるかもしれないですもんね。そうですね、あの牧場で働いてる人たちはもうあの牧場から競馬場行くときは結構あの寂しいんですよ。みんなあの手を離れてねやっとあのこう慣れて調教できるようになったのにもう厩舎行っちゃうっていうことで寂しいんですけどまたその馬たちが活躍してそれで引退してまたあの帰ってきますしその子たちの子供がまた競馬場行くっていうのは今言われたようにサイクル短いですからね本当に早いですよ。またそれもすごい楽しみだと思います。今日は貴重なお話たくさん伺いました。あの最後にですね藤沢先生から馬や牧場の仕事に関心を持っている方々の背中を押すメッセージ頂戴できますでしょうか？はい、あの今こういう季節になってもうとても馬にはあの辛いこう暑い時期があの始まります。また冬はあの寒くてこうあの取り扱う人たちが働く人たちが大変だった、はい、あの本当に朝早くから寒い時暑い時あの馬屋の作業っていうのは大変なのは私も若い時はしてたんであの大変なのはよくわかるんですけどただあの先ほどから話しているようにその馬たちが競馬場へ行って頑張ってくれてまた子どもたちも頑張ってくれるしあのすごく優しい動物であの我々の話していることはよくあの分かろうとして聞いてくれてるんで話しかけながらまたあの仕事をしてくれると馬もあの幸せだと思うんで頑張ってください。はい、やはり幸せな人間が幸せな馬を作っていくんですね。そう思います。はい、いや本当に今日は素晴らしいお話たくさん伺いました。あの藤沢先生が馬のことをねお話しなさる時のあの優しい笑顔が本当に印象的でした。そうですね、あの言ってるねお話も、はい、まあ経験も知識も豊富ですし、はい、何たって実績が違いますからね。そうですよね、すごい説得力があったんで、はい、もうぜひね藤沢先生の言葉に耳を傾けた、はい、あの若い人たちが牧場に来てくれると、はいいいんですけどね。はい、本当にそうですね。平松さんも今日はありがとうございました。ありがとうございます。こちらこそ。さあ、ご覧いただいた皆様はどのような感想を持たれましたか？牧場のお仕事に興味がある方はぜひ牧場部のウェブサイトをご覧いただき夢への第一歩を踏み出してみてください。